ともかく感覚で分かっていることは、仕事に疲れた人々には、仕事で作られたもの、それが癒しになる、ということだ。まず、自分がしてることへ、そこに肯定がある。違う、のであれば、自分は働いてるのに、その違和感をまず、感じねばならない。そこから先は何かの理想論だ。どういう仕事内容なら、良い、が出るのか。結局は、制作者も、プレイヤーとの共有感が必要になる、のかもしれない。何のためにこんな？面白いから、遊んでるの？では、ちょっと同意が得られないのかも。費用対効果の問題は深刻ではある。仕事として、一人の作業内容として、適当、その上で、その目的に対し、問題ない成果を出しているとき、プレイヤーは何かの指針や励まし、問題提起をそこに感じるのかも。サイバシルだけでは、ユーザーには逆に、